8月2日金曜日の全国のお天気をお伝えします。まずは天気図から確認していきましょう。東日本や西日本は高気圧圏内です。北日本は低気圧や前線の影響を受ける予想です。詳しいお天気の流れをマップで確認していきましょう。西日本や東日本、そして東北エリアは日差しが届くところが多くなります。内陸山沿いではにわか雨や雷雨にご注意ください。北海道は雲が広がりやすく、特に山沿い内陸では急な雨そして雷雨に注意が必要となります。では予想気温も確認していきましょう。晴れるエリアでは厳しい暑さが続きます。赤色の35度以上の猛暑日のところも多くなりそうです。なるべく屋外での活動は避けて、こまめな水分、塩分補給をするなど、熱中症対策は万全に行いましょう。以上、全国のお天気をお伝えしました。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからもご確認いただけます。